ユンタク二平デービル。はい、2018年6月6日水曜日、エコー聞いてるよ。すいません、切るの忘れてました。はい、ユンタク二平デービルのお時間です。今日も生放送でお届けいたします。6時55分までお付き合いください。パーソナリティはヨギナオと、私ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。6月6日、なんか今日もキレがいいですが、今日は31回目の放送、6月一発目。なんか先月もそうだけど、はい、なんかね、いつもキレがいいですね。ありがとうございます。本当にもう、ね、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週はドタバタでしたが、皆さん申し訳ありませんでした。ね、でもできる男キャンさんがいるので、私は喋るだけでいいっていうありがたいお仕事をさせていただいてます。で、今日はなんだろう、皆さんも今週ニュースとか、ネットニュース、テレビ、新聞とかいろいろ見てたと思うんですけど、今日大きいのが来ちゃいました。皆さんも見てると思いますが、でーん、もう画面入らない。安室ちゃんの沖縄の新聞、琉球新報です。めっちゃ大きい。これなんていうの、 A3 が2枚じゃそんな言い方じゃないか。 A3 が4枚、1234、そうだね、4枚。そうですね、4枚ですね。そう、これの両面なんですよ。これで新聞が来たんですよ。びっくりでしょ。これ保管、永久保存版ってやつ。そうですね、もうそう、感激しました。で、私安室ちゃん大好きなんだけど、ぶっちゃけライブは行ったことないんですよまあチケット取れないっていうのも分かるんだけど。そうなんですよね。私どうしてもスタンディングっていうか、はい、人と人の肌がくっつくのが苦手で一度だけ行ったことあります、安室ちゃんの小学生の時に。すごいね。安室さんだけじゃなくて、うん、沖縄のアーティストさんが集合している那覇の、あのイベントで。あ、特別なやつ、ね。はい、そういうのはね、いいなと思う。そう、こんな沖縄のね、県民栄誉賞を取ったりとか、すごいね、安室ちゃんね。すごいです、そう、本当に寂しいけど、でも逆にこの引退の仕方っていいよね。かっこいいですね。急にも引退しますって言われて何もないより、はい、引退のカウントダウンを一緒にこうやって味わえるっていうのは、そうですね、今までにないパターンなのかなって思って、すごいいいなって思いながら、今日はちょっと鳥肌。しかも今日たまたまなんだけど、そう、安室ちゃん祭りをそう、私バタバタでね、キャンさんにリクエスト曲を送ってなくって、あ、送らなきゃって昨日やってたら、キャンさんが先にね、ちょうどそういえば来てなかったなということで、そう、明日の曲どうしますか、あ、私送ってないと思ってスタジオの中にいましたのでそうそう、はぁってか、そしたらポンポンって来てからすぐ準備させていただきました。さすがキャンさん、できる男。ありがとうございます。そう、今日はちょっと安室ちゃん尽くしでやっていきたいと思います。っていうのは今日ね、もうすでに、インターネット、そうそう、ユーストリーム、ツイキャスでも配信しておりますので、皆さんぜひネット配信もご覧ください。今日も綺麗な方がゲストでいらしてますので、この番組はユーストリーム、ツイキャスでも同時放送しておりますので、ぜひコメントください。メールもお待ちしております。メールアドレスが797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。メールもお待ちしております。はい、この番組は有限会社二平デービルとユンタクコーヒーの提供でお届けいたします。ということで、この辺で早速オープニングナンバーを言っていきたいと思います。はい、やっぱり安室ちゃんといえばヒーロー。すごいタイミングバッチリでした、ね、そう、送るって言ってビーって曲を入れてるうちに、もう送ろうって最後の曲入れてやったら明日の曲どうしますかってか、パパーンみたいな、ね、踊っていた、同時でしたね同時で来て、あなんちゅう維新電子びっくりしましたね。そうそう、早速ツイキャスありがとうございます。こんにちは、ゆうちゃんさん、ありがとうございます。ゆうちゃんさんって、うん、初見ですかね。よろしくお願いします。ヨギナオです。ゲストさん後で紹介しますね。今日コインないんじゃない久しぶりだわ、コインないの。空ですね。ね、空だよ。
シュプリームさんとタイゴさんも今から出勤かな。どう見たら分かるんですか。ここにコインがないんですよ。でコインがあるとコインで枚数が出てくるので、これが5枚だと30分、だいたい30分単位なんですよ、ツイキャスが。なのでこれが切れずに1時間聞けるんですよ、5枚溜まってれば。なのでないときはいつもちょうだいって言ってる。あのたまにそうそう自分でもやりますけど、うん、今送るのでこっちの画面見ててみてくださいね。そしたら出てくるんでしょ。そう、たまにこんなお茶もらったりとか花火が上がったりとか。すごい、すごい、すごい。あのこんな感じで来るので、多分私一人でずっと喋らなくてもこうやって会話してくれる人がいるのでいいんですよ。で今のこの多分前回も出たから分かると思うんですけど、オフトークも全部入って、あ、はい、ネットの配信とあと YouTube も全部入ってるので、はい、あの NG トークはないんですけど、うんうん、要はあの、うん、仕事的に NG なのは言わないもんね。そうです、そうです。はい、今日はずっとアムロちゃん。そうです。なんかイベントの時もね、アムロちゃんずっと流してたじゃないですか。はい、あー、そうだ、そう、だからやっぱアムロちゃんでいいかなと思って。あと1個入れとこう。いつも皆さんにコインもらってばっかりだから。えい、やっぱテンション上がります、ね、うん、気持ちが。私シングルって言うんだろう、あれは変わん、変わんないけど、でも同じぐらいかもです。アルバムは絶対か。、はい、じゃあ私たまたまだったんですね、リクエスト、アムロナミエ。そうそう、でまあ、引退っていうのもあったしって、で、だから逆に安室ちゃんの曲で分かるじゃないですか。だから逆に選びきれなくって、ありすぎてね。そう、あの好きなの、うん、これだ。だから色も超いいです。で、あのなんていうんだろう、このだいたいゲストさんに合わせて、あのリクエスト曲を聴いて、それから前後合わせてるんですよ。あのその人の私が思うイメージと、この人はこの歌合ってるかなとかっていう自分の勝手なインスピレーションで合わせて、はい、いろんなジャンルの方入れたりするんですけど、そういえば真由美さん、あ、なんか安室ちゃんずっと流してたなーって。安室ちゃん好きだった感じがあったし、で引退もあったし、他のがやっぱり浮かばなくて、安室ちゃんだ。やったー。嬉しい。結構ね、あれあの曲を、うん、そうだからあの私がセレクトした曲は言わないんですよ。うん、聞いた後に、うん、なんかね面白い反応が、うん、こんなイメージでやりましたって言ってね。DJ である僕は嫉妬するぐらい。あのなんかリンクし、リンク な,、はい、なんて言うんだっけ、なんか結構一致することが多い。そうそう、でも私はイメージで1回しか会ったことないとか、初めてのゲストさん会うのが初めての方でも結構それで鳥肌立ちましたって私もっと聞けてくれるもんね。イメージでなんか降ってくるイメージがあるみたいな。なんかこの曲きっかけなんですよみたいなこと結構多いですよ。でキーワードが一緒だったり。はい、じゃあ CM 行きまーす。なのでちょっとそういうね、ヒーロー前だけど開けていく感じじゃないですか。だから引退だからって寂しいけど、でもちょっと進んでいく感じと開けていく感じがちょうど合ってるかなっていうイメージ。やったー、大好きです。だから逆に選べなくて苦戦して。ありすぎて。
何がしっくりくるかなとか思いながら、あれでもこれでもいいのか、なんかスマイルで行くのか、どこで自分の中でどこの、あのイメージを固めるのか、逆に詩曲を知ってるだけに固めきれなくて、あれもいいな、これもいいな。あ、シプリームさん、ナオさん、ゲストさん、キャン君、こんにちは。東京も梅雨入りし、男性諸君はパンツが蒸れる嫌な季節となりました。具体的ですね。パンツだけ具体的に頭皮も気になりますね。私言おうとしたけど。喋れるかな。大丈夫大丈夫。何でしたっけ、何聞くんですか。あの大丈夫です、私が喋るのでそれに沿って答えてもらえる。はい。シュプリームさん、コインがあと3個足りないの。指名した。待ってます。指名。あと20秒ですね。はい。ラジオ毎週すごいですね。楽しいです。楽しい。多分一番私が楽しんでるんだ。では3秒前。はい、6月6日水曜日6時11分を回りまして、ユンタク二平デビル生放送でお届けしております。そう、さっき見てもらったあのゆうちゃんさん、初見だと思いますがありがとうございます。安室ちゃんの曲で今日は盛りだくさんで、盛りだくさんでも3曲決まってるんですけどね。やっていきたいと思いますので、で今日 の実はゲストさんもうね、ネット見てる方は、あ、素敵なゲストさんだなって見てると思うんですが、今日のゲストさんも安室ちゃんが大好きっていうことで、それでちょっと今日は安室ちゃんの引退もあるし、ね、あのコンサートも終わったので、もうせっかくだったらもう安室ちゃん尽くしにしようと思ってやりました。はい、あ、早速すいません、ありがとうございます。ザッサさん初見ですかね、こんにちにゃってことでありがとうございます。コイン2つもありがとうございます。あと1個ちょうだい。誰かちょうだい。まあ30分の間に、はい、待ってますので。あ、シュプリームさんありがとうございます。5枚達成ありがとうございます。つつがなく1時間放送が遅れます。ありがとうございます。この番組はリスナーさんの声によって支えられてます。めっちゃねだり癖がすいません。はい、まあ、それよりも皆さん気になるゲストさんを早速紹介していきたいと思います。本日のゲストさんはですね、沖縄で活躍する女性を応援するポータルサイト With Smile 笑顔でを運営しております金城真由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんも見えてますか、あのこのネットの画像がもうちょっと綺麗だったらいいのにってこういう時思うんですよ。普段は私一人の場合は別にいいんですけど、綺麗な方だともっと、まあ多分それまんまでも綺麗なのは確かなんですけど、もっと綺麗に見えたらなって思うんですが、あの私は毎回あれですが、あのアップにするときはモザイクかけてもらって。そうなんですか。そうそう、私はそんなあのアップに与えられないので。いえいえいえ。そう、今日のあの真由美さんはアップに。いえいえいえ。耐えられますので。なんだっけ、あのスマホとかね、後でビービーってさ。そう、私の旦那がそんなことするので。そうなんですね。変なことするんですよ。なので、あの私のところモザイクかけて、ぜひ真由美さんのところ綺麗なところを見てもらえればと思います。いえいえいえ。であの、With Smile っていうのが女性の起業家さんの応援、はい、するポータルサイト、はい、っていうことで、はい、実際あのその活動的にはどういった内容になるんですか。活動的には、まあ、ポータルサイトで毎月、はい、月替わりで女性起業家の方をご紹介しているんですけれども、はい、紹介をしたり、毎月女性起業家の方を中心に、うん、イベントを開催していったりします。はい、またその他には、起業初期の方のための起業相談だったりとか、うん、起業サポートも、最近では始めています。はい、すごいですよね。なんかあの特に沖縄はやっぱりあの、まあ、私もついこの前まで
資格を取得するってやってたんですけど、沖縄結構ねこの資格取る方が多いって聞いたんですよ、他の、あの都道府県よりも。でなおかつ、ね、取るけど、まあ、自分でもちろん勉強になって身になるのは確かだけれども、それを生かそうと思ってうまく生かせられない、要はあのお仕事に生かせられないっていう人が多いっていうのも現状っていうことで、やっぱりその女性起業家さんのこういったサポートするっていう方がいるのはやっぱり嬉しいですよね、心強いかなと思います。そうですよね、実際あのこのなんでしょう、お仕事をやろうと思ったきっかけって何でしょう、サポートに関してなんですけど、はい、私がずっと会社員でいたんですけど、はい、会社員から起業するにあたって5年ぐらい時間を要してしまって、はい、例えば資格を取ったりだ、はいはい、先ほどねおっしゃったように資格を取ったり、うん、あの資格を取ったりこの資格を取ったり、うん、あそこであれを学んだりこれを学んだりしたんですけど、結局それを会社員の給料以上にするにはどうしたらいいんだろうっていうので5年ぐらいかかってしまって、それを教えてくれる人がいたら結構楽ですよね。そうですよね。すごい模索しすぎてしまって自分の中で、で私と同じように悩んでいる困っているっていう方はたくさんいるんじゃないかなって、このサイトを運営して、でこの人こうやったらもっといいのにとかどんどん見えてきて、それをね言葉にして伝えるお仕事があってもいいかなって思って、まあコンサルまではいかないんですけど、起業前の方から起業1年前後のこの起業初期の方をサポートしたいなと思って始めました。いいと思います。そう、私はあのこういうなんだろう、私も起業した、まあ、起業っていうほどがっつりまだやってはないんですけど、あのなんだかんだ、ね、周りの友達だったりに、まあ、こういった性格なので、ガツガツああじゃないこうじゃないこうやったらいいのにみたいな感じで、結局周りの人に対しては、あのコンサル的なことをやってるっていうことに最近気づいて、で周りからもそれコンサルじゃないってお金取ればでだよねみたいな友達だからコンサル料ってはもちろん取ってないけど、でも友達だったとしても逆にコンサルとかね、こういうサポートしますよっていうことで成り立つお仕事なんだなっていうのを思って、でやっぱり人のサポートをするのはいいんだけど、今度は自分のことができなくなってくるっていうちょっと変なことにたまに落ちるんですよね不器用なんで私こう打ってたらあのでも分かります、右行ったら右左行ったら左でも一応全体は見えてるんだけど、結局自分のことが後回しになっちゃうんで、あ、じゃあこれも仕事にした方がいいのかなみたいな確かにそう、なのでこうちょっと私はまだあの真由美さんとは何度か、ね、お会いしてはいるんですけれども、はい、イベントでも、あのちょっとサポートで、それこそあのコンサルみたいなものの、あのサポーターとしてお手伝いで行って、その時に多分初めてです、ね、お会いしてっていう形で、今日がまたゆっくりお話できてるのは初めてなんですけれども、いろいろやっぱりそういうのを気にはなっていたので、自分はできるけど、自分のことを誰かがまたやってくれるとやっぱりいいなって思って、あのちょっと似たようなところがあるので、逆に私のそのできるところまた見てもらいたいなと思って、わかりました。ね、ぜひあのこの With Smile っていうのがね、素敵な女性がいっぱい登録されてて、今何人ぐらい登録は？まあ、6月1日で1年なんですけど、はい、70名ぐらいいます。すごいですね。じゃあ私もその中に、はい、ぜひよろしくお願いします。そう、実はそう、もう1年なんですけどね、このそうさ、あの1年なるのにすでに70人をこうやってサポートしてご紹介してるっていうのは、そのサイトを作る前からそれだけいろんな方と関わってサポートしてたっていうところがやっぱりあるんですかね。その以前は会社員だったりとか、在宅でウェブライターをやっていたので、全くないところからスタートだったんですね。で最初の初月は、知り合いの方に声をかけて、無料で乗ってもらえませんかっていうふうに声をかけて、こういうサイトを運営するのでご協力お願いしますって言って始めました。でもそこから70人っていうのはすごいですね。やっぱり実績を積ん でそれが良かったからまた広がっていくっていう、あのなんて言うんだろう、
この間もね、イベント大体やるのはあの平日なんですが、はい、あえて平日にされるっていうのを聞いたんですよね、はい、そう、それ大体イベントするって土日がいいじゃんって皆さん思うでしょ、はい、ね、なぜ平日って、要は逆に言うと平日行けない人とか、うん、イベントってイコール土日祝日っていうイメージがあるんですが、はい、なぜ平日にあのイベントを行うかっていう思いがあるんですよね、はいはい、教えていただけますか。はい、まあ、土日のイベントはいっぱいありますよね、はい、で逆に平日にしか動けないっていう方たちも、うん、まあ、女性起業家の方、はい、子育てを優先にしてっていう方もいらっしゃると思うんですね、うん、それは私も含めなんですね、はい、土日はちょっと子供のことだったりとか部活だったりとかがいろいろあるけど、うん、平日だったら動けるよって方が私を含めたくさんいらっしゃるので、まあ、そんなお客さんは多くはいらっしゃらないかもしれないんですが、うん、自分がやってることを、ね、やる、満足する、うん、でお客様に満足してもらえるっていうその小さな枠かもしれないんですけど、そういう活躍の場が少しでもあればいいなと思って、うん、私は平日にイベントを大体開催しています。逆にだから それってすごいなって思ってて、やっぱり一般的には土日祝日っていうところを逆に平日で、あの子供がね、あ、まあ、学校行ってる間とか、うん、ちっちゃい子供とかでも一緒に、うん、あの行けるとかっていう意味で、うん、逆にゆっくりできるんですよね、うん、そう、私もちょっとその場をあの拝見させていただいたんですけど、はい、あのまあ、土日のね、あのイベントもすごい盛り上がってて、うん、わーっと集客があるのももちろんわかるんですけど、うん、あの平日のイベントだと逆に時間がゆっくりできるので、ゆっくりそのイベント出展者の方と話をしたり、アクセサリー見れたりっていう、そのゆったりした横のつながりもね、中がなんかそれが、あ、こういう雰囲気あっていいなってやっぱり思ったので、そういう意味ではやっぱり平日しか逆に動けないあのママさんとかにはやっぱりいいイベントなんだろうなってすごい思います。やっぱりやるからにはいろいろね、うん、あの試行錯誤されてるっていうこと、ただただ平日じゃないんですよ皆さん、うん、なんとなくじゃないです。そうそう、すごいんですよ。あ、ツイキャスも来てまして、ありがとうございます、恋するかっちゃんさん、あ、いらっしゃい。キャンラキャンラなの、キャンラ花柄の服が美しいな、ほらかわいい、マユラこんばんは。キャンラってキャンラ、全員ラがついてますね。アムラーにちなんだんですか ね、 ね、キャンラーのオーラーマユラー、ありがとうございます。シュプリームさん、金城さんの美しさはツイキャスからも伝わってきますよ。金城さんは女性を応援するなら僕は金城さんを応援します。素敵、さすがシュプリームさん。でもすごい女性を分かってらっしゃるのでね、奥様愛し愛されて。かっちゃんさん、リクエスト安室奈美恵ボディフィールエグゼント、この歌で通信カラオケ何 X55 購入した、どういうことこれ。カラオケのマシンじゃないですかね。マシンを買ったってこと。ちょっと検索してみます、はい、ちょっとキャンさんが調べておくので、なんだろう、なんかすごそうだけど購入したみたいな。すごいなあ、カラオケの CM してたからかな、すごいね。平日は子供を、保育園に預けてイベントに行こうかしら、その方が女性の人は動きやすい、そうそう、そういう意味での平日のイベントっていうことなんですよね。沖縄の女性も結構あの共働きだったりとか、ね、あの平日が逆に平日がね、あのお休みだったりする方もいらっしゃるので、女性のなんだろう、沖縄の人って共働き率高いような気がするので、その辺ね、やっぱりあの平日が休みで土日が逆にお仕事の人っていう、そのところもポイントあっているのかなって思いますね。すごいいい、あのなんだろう、わーっと押しかけるんじゃなくて、自分の時間でうまく過ごせるイベントっていう感じで、私はなんかあのゆったり感意外とゆったり感でしたね。なんか、うん、好きだなと思って、だからあのお客さんとその出店者がゆっくりお話ししてるっていうのが、なんか厚木来たからもう次行かなきゃっていう、あんな感じじゃなかったので、あ、なんかそれがいいなと思って、なので多分固定客っていうか、その出店者さんのファンが増えるのかなって、それちょっと思いましたね。あ、初見でしょうか、プン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 
プンプン組さんですか。こんにちは。リクエスト、笑えよ乙女。これさは分かんない。ごめんなさい、初見なのに。言っといて分かります、すいません。コメントありがとうございます。シュプリーマさん、ウィズスマイルのホームページのリンクから見てきました。早速ありがとうございます。皆さんのプロフ写真は美人さんばかりですが、それはそれとは別にキラキラに輝いていますね。そうなんですよ。そう見たら分かるんですよ。あの女性ね、やっぱりキラキラ輝いてる人もそうなんですが、見た目もすごい、やっぱり内面から出てくるんでしょうね、その辺はね。すごいありがたいです。スプリームさん、いつもありがとうございます。ブンブン、プンプンじゃなくてブーなの、これ見えてない。ブロッコリーのブーですか。プーブロッコリーのプーブーブンブンじゃなくてブンブン、失礼、ブーですね。あ、すいません、プンプンって。すいませんね、このね、名前間違うなんて、失礼しました。お花の福顔や、ありがとうございます。これ本当はもうちょっと色味綺麗なんですよ。ピンクですね。そうそうそう、何の話をみたいな。すいませんね、急に。ピンクです。いえ、その話は今置いといて、そう、今ウィズスマイルの話で、そう、このウィズスマイルっていうのが、そう、私はまあ最近なんですが、まあ、思いがあってウィズっていうのを自分の会社っていうか、この名前で、うん、with you、うん、で私は with に you はあの結ぶの you、うん、であなたの you、うん、でそれで with you っていうので、うん、あなたに寄り添ってっていう、うん、ちょっと私がやってることがそれだから、うん、で私の場合は後付けなんですよね、うん、やってることとイメージが合ってるから、はい、これかなっていうので、うん、でね、まゆみさんの、うん、with smile 笑顔でっていうのがやっぱりこの with っていうのが、うん、あ一緒だって、うん、思って、うん、で、ね、皆さんのツイキャスとかから見ても分かると思うんですが、ずっと笑顔なんですよ、ね、はい、だから with smile 笑顔でっていう、うん、すごいイメージにぴったりではあるんですが、うん、この with smile っていうこの名前の由来、サイトの、はい、なんか思いがやっぱり with smile は、やっぱり女性が笑顔であれば、はい、家庭もそうだし、うん、社会もそうだし、はい、みんな明るく楽しくなると思ってるんですね。なので笑顔で、で内面からそうだし、はい、やっぱり自分が満たされていないと、うん、この人に幸せを与えることができない、うん、笑顔はもう欠かせない、一つの、まあ、アイテムというかになるので、みんなで笑顔をっていうところでタイトルにバンとつけています。なんかすごい合ってますね、やっぱりね。合ってます。多分あの真由美さん自身があのいつも笑顔が素敵なので、であの私なんだろう、あまり社交辞令言わないんですけど、うん、あのたまに笑顔が怖い人がいるんですよ。目が笑ってない人、そうそう、目が笑ってない人たまにいるんですけど、言えないんですけどね。言わないですけどね。言えないじゃないですか。はい、いつも笑顔なんだけど、うん、目が全然笑ってない人にたまに会うんですよ。わかりますよね。そう、なんか心から笑ってないっていうか、うん、誰かが来たらヒンって口だけ笑ってるのかなっていう人って、やっぱり目の奥から伝わってくるっていう。すいません、大丈夫です。事故ってます。でもなんかわかります。わかります。そう、だからなんかそういうので、うん、なんか嘘の笑顔を作られても所詮あの表面だけなので、うん、出てこないんですよね。わかりますよね、うん、感じ取れないっていうのがあるので、うん、それをやっぱりこの with smile ってやっている以上、うん、ね、なんかやっぱりそれが上辺だけだとなんだよってなるけど、やっぱりそれは中から出てるものだなっていうのは本当にあの皆さん、私社交辞令しないので。よかったです。そうだから、あの with smile って笑顔とすごいぴったりな、うん、ありがとうございます、ね、でも思います、やっぱり女性がね笑ってる方がいいし、うんね、男性もいいでしょ。その方がいいです、ね、僕はデレデレしちゃいます。怒ってるよりはね、笑ってる。そう、その方がいいと思います。最近ちょっと私は猫になりたいと言ってるんだけど、はい、ツンデレぐらい。まあでもそれぐらいが一番可愛いかもしれないですね。そうそうそう、なんか私はいつもあの笑ってて目が見えなくなるんですけど、目起きてるかって言って起きてますよみたいな。でもそれぐらいいつもやっぱ笑顔もね、最初はちょっとなんだろう、きつい時とか笑顔になりきれない時もあっても、やっぱり笑って乗り越えようとかってやると、やっぱりそれが普段
の自分の乗り越え方だったり、うん、でブスってやってるとあんまりね周りも気使うし、うん、面白くないし、うん、自分も面白くなくなるから、うん、やっぱり笑顔でいる方がいいですよね、うん、ね、ね、うん、綺麗でねやっぱりあのクールにツンってやってるのもかっこいいかもしれないけど、うん、あのその時はその時で、うん、普段はやっぱりね、うん、笑顔がいいと思います。やっぱりあのサイトぜひ皆さん見てくださいね、あの、うん、With Smile で検索してもらえれば、はい、スマイルはまたあれですよね、大文字で、大文字、はい、そう With は小文字、はい、これも一緒なんですよねそっか、そうそう、あえての小文字なんですよね、うんうんうん、はい、そうなのでなんかすごい共通点がご縁を感じますね、嬉しいです。それであの実はあのまゆみさんね、なんか喋り下手なんでって言ってたんですけど、すごいやっぱり出てもらえると多分私が言ったくなんでよかったです、そう大丈夫ですよって言って、あの前からねちょっとお話はしてて、で他からもね出たらとか言われたりとかしてたんですけど、そう本当は今日はイベントの告知もしたくって、あのお声かけもしたんですけど、実はそれがねあの満席になって、そうなんです、増席してっていうすごい状態になっているので、あのそこまで告知しなくてもいいのかなって、ね、あるので、はい、後ほどちょっと後半でやっていきたいと思います。でここでじゃあのまゆみさんのリクエスト曲を流していきたいと思いますが、リクエスト曲の紹介をお願いできますか。タイトルだけで大丈夫です、はい、安室奈美恵のセイダワード。いいね、これ車でかけたらこの子供がめっちゃノリノリなんだ、うーん、かっこいいねみんなで熱唱する。そう、私これをだいぶね前の曲なんだけど、うん、最近に知ったのがなんだっけ、あの自分で歌詞、うん、子供に向けてねっていうのを実は最近知って、うん、今更余計グッときましたね、余計きたな、子供に向けて初めて作詞した、うん、よかったよかった。ブンブンさん、寄り添って。ちなみに先ほどの X55 なんですけど、うん、こちらですね、うん、あー、このこれ、はい、デッキ、デッキいくらこれが家庭用のカラオケマシンらしいです。すごい、6万、8万っていう、どこに値段があるの。あ、8万から6万、すごい、当時ですからね、今1万円でマイク型のやつとか買えますけど、ね、すごい、なんならテレビゲームで売ってたりとかもするんで。踊れないけど踊ってる気分でカラオケやってる、肩だけ、うん、なんかこれを熱唱すると私涙が出ちゃうの。あ、そうなんだ、なんかすごいノリノリなんだけど、うん、なんか思うグッときますよね、うん、そういう曲に聞きますよね、なんかね、なんかあのノリノリの曲ってノリでイエーイっていうのが多いけど、うんうん、シンミリノリノリみたいなノリノリなんだけどわーそう、だからたまにあのカラオケじゃなくても車の中でもね、うん、まあ、お子さんがこうやってわーって乗るのもあるけど、私車の中でもうあ、恋するかっちゃんさん、うん、キーウエスト0511こんばんは何ですか、あれ、あれ、恋するかっちゃんさん、そうそう、あれ見たよ、通信カラオケ5万ちょっとで買ったのお高かったのあー、こんばんは、あ、ブンブンさんに言ってるのね、これ、あー、あ、違うか、そうですよ、あ、ブンブンさん合ってる、はい、ブンブンさんの、あ、こっちか、見えた、はいはい、アカウントに言ってんのね、はい、今これ何かなと思ったお前がねアカウントまで喋ってるの大体アカウント名であの行くんだよね、そうそう、うん、私ツイキャスでやってるけどこっちで見ると自分の分からなくなるね、なんかメッセージとか、 なんか返信とかだとそういうのになるみたいな、そうか、通信カラオケの CM 曲買った、そういうことね、あ、ゆきさん久しぶり見てる、あ、ゆきさん来週だよね、来るの、台風連れてくるのかなそう、岩木さんね、あの雨男、あ、そうなんですね、そう、すごい晴れてるのにさ、沖縄、
岩木さんが行くとこ大雨なの。お願いです、雨を運んできてください。そう、でも逆に岩木さん来てほしい今回。今大寒波ですか。そう、から梅雨だからさ、うん、大歓迎。来週いつ入りったかな、月曜入りだったかな、岩木さんね。日曜日だけ雨降らさないでください。なんかちょっとあの地元でお願いされてるイベントがありました。あのイベントのあれだけは、で、私がちょっとイベントの、 あの最後はあのイベントの告知とかのコーナーやるので、ちょっと私が今イベント自分のとこれあるので、これなんか須永さんにセンター長なんか来ないって言われたんですけど、会議みたいな、はいはいはい、会議は、まあ、タイミングで来ても全然。その後新聞載ってましたね。副会長やってます。新聞載ってる。なのであと55分までなんですけど、54分で切れるようにするので、最後エンディングが流れてくるので、そろそろ終わりだよっていう合図になるので、そこでちょっと締めたいと思って、それまではあとは告知とフリートークでやっていきます。岩木さん、2つ発生予定、そうだよね、台風の卵あるよね、2つね。2つあるんですね。そうそう、11日からお伺いし、そう、あれって近くないからまだ天気予報で乗ってこないけど、そうですね、ありはするんです、ね、世界の中でビーって言って、ここが上がってきたら台風のなんとかでっていう。自分大体あれを見ていつも予想してます。ね、遠いからさ、台風来るかもとかって言って、いつよみたいな。あったみたいな。気象衛星写真とか、ね、等圧線とか、気圧表みたいなのを見てるのが好きなので。宇宙だからね。はい、自分で、この天気予報するのが好きです。すごい。すごい。宇宙大好きで、明日ね、毎週木曜日8時から宇宙の話。明日最後にしてしばらくお休みです。え、そうなんだ。新しい番組が入るんですよ。あ、逆にキャンさんがちょっと、そうですね、入ってくる方のご都合に合わせたわけです、ね、そうですね。なのでまたよろしくお願いしますとなります。あと3秒です。はい、はい、6月6日水曜日6時37分を回りました。あっという間の中盤戦で、そう、安室ちゃんのセザーワールドかっこいいね。もうさっきも、そう、あの CM 中じゃない、曲中もね、安室ちゃんの歌について語るっていう。、はい、そう、安室愛が止まりませんが、ライブは行ったことない私です。はい、後半戦はちょっと告知のコーナーを、やっていきたいと思います。そうそう、告知でアシュプリームさんありがとうございます。そういえばスポンサーさんのユンタクコーヒーで写真展やってるんですよね。自称沖縄の娘がモデルになっている写真も展示されているとか、うん、誰のこと言ってるの、宮里さんの娘。そういうことなのかな。そうそう、写真展をやってるんですよ。この写真展がね、あれ、私さっき開いたつもりが出てないので、ちょっと後で告知をやっていきたいと思いますので、ちょっとお待ちくださいね、その辺は。まず私が、所属しております、那覇新都心未来創生協議会というお堅い名前なんですが、これから始動する始まる、もので、早速6月23日6月22日金曜日と23日土曜日、慰霊の日ということで、那覇新都心竹あかりっていう、イベントがあります。で、このイベントっていうのが、竹あかりって皆さん多分内地ってね、本土の方はよく見てると思うんですが、大きな竹を、彫刻、なんかドリルとかで穴開けて、ろうそくの明かりを入れるんですけれども、それをですね、京都、明日、この地下研さんっていう株式会社地下研さんっていう、技術者の方がお二人昨日、沖縄入りしまして、特別協賛で、技術指導を今日明日行っておりますので、こちらですね、ぜひ生で
どういった作業をしているかっていうのを見ていただければと思いますので、今日明日、今日はもうそろそろ終わりかな、7時までなので、毎日、月曜休館なので、9時から7時まで作業の方を行いますが、地下研さんは明日まで、作業しておりますので、ぜひ見に来てください。竹の作業ですね、親子でもできるような形で、対応いたしますので、那覇市緑化センターですね、で作業を行いますので、ちょっと気になる方はぜひぜひ那覇市緑化センターの方、あの新都心公園の中にあります、施設にぜひお顔を出してみてください。当日はですね、那覇新都心公園水の道っていうところで、竹明かりをやっていきたいと思いますので、これがすごいんですよね、イベントが。6月23日、まあ、慰霊の日にちなんでいるイベントなので、あのお祭りっていう感じではないんですけれども、黙祷と、ちょっと、当初予定していた奉納エーサーが、ちょっと変更になりまして、空手ですね、空手もあの、まあ、奉納っていうそういう演舞の、意味もありますので、空手に今回ちょっと変更になりまして、あと那覇市長の挨拶で、近隣の小学校学生かな、子どもたちでろうそくの火入れをやります。でもあの協力をいただいた団体っていうのがすごいいっぱいあるんですよ、もうここで言えないぐらい、いっぱいある。すごいあって、もうあの那覇のその新都心を回っているその地域の、団体さんですね、ちょっとパーッと言いますと、那覇新都心安全な街をつくる会、那覇市共同によるまちづくり推進協議会、那覇市消防局、消防団、那覇市文化協会、那覇新都心ユイスポーツ文化クラブ、那覇新都心と通り会、おもろ町自治会、まあ、各自治体がありまして、南日本汽船株式会社、沖縄県トラック協会、熊本県トラック協会とか、もうすごいあるんですよ。あの本当にいろんな団体さんの、ご協力をいただいて、今回この竹明かりって、竹っていうのが、熊本の竹、房総竹だったかな、あの益城町にある房総竹っていうのを、取りに行って、その竹をこのイベントで使うんですが、なぜその熊本かっていうと、あのこの熊本を被災、してちょっと2年経ったのかな、で、あのいろいろあの熊本城とか、復興しているんですが、まだまだ復興が足りないというところで、あの要は竹山っていうのをあの選定しなきゃいけないんですが、そこまで手が回らないっていう実情がありまして、やっぱり道路の整備だったり、あの家を建て替えたりとかっていう、そういうあのところがやっぱり優先になるので、竹山後回しになるんですが、その竹山をでも選定していかないと、タケノコがまた生えてこないっていうのがあるので、全部をもちろんあの切るわけではなくて、ところどころ切っていく、そしたら来年またタケノコが生えてくるっていう、それのお手伝いをあの復興の一環として、ボランティアをやろうということで、あの那覇市のシルバー人材が取りに行ってっていう、そういうあの人材人を派遣して、応援していこうっていうことで、共同っていうのがね、共に働くっていうのをやっていますので、そのすごい復興の意味と、今回慰霊の日っていうところで鎮魂でこの竹明かりをやりますので、ぜひ皆さん、あのイベントページ作ってありますので、那覇新都心竹明かり20186月22日23日土曜日6時半からです。22日はちょっとプレイベント的な形になりますので、その、準備とかは22日にやるので、その辺もぜひ見てもらえればと思います。今回初めての試みですので、実証実験をやるのが、この協議会でありまして、私副会長させていただいてます。名前だけはでっかいんですけどね、やることは大体私は発言発言発言です。あれできないかな、これできないかなそんな感じでやってます。その竹を作るために、その人、あの人が必要なので、ぜひ皆さんあのお手伝いしに来てください。大体ですね、竹が300本ぐらいあるって言ってるので、それをカットして、まあ、使える部分しかもちろん使わないんですけど、それで親子でできるような形でやって、でこの竹を切った後にこのろうそくを入れるので、あのガラスのコップが必要なんでしょう。あのジャムだとちょっと太いのかな、あのなんだろう、玄米のってわかるかな、玄米が入ってるガラス、そうそうのとか、そういうあの大体ですね、高さ10センチぐらいまで、そんな高くないやつで、開き口が4センチから7センチということで、透明の瓶もあのたくさん集めていますので、これも那覇新都心緑化センターに、持ってきていただければ助かります。
竹灯籠に使うカラビン、コップの方も集めてますので、ぜひよろしくお願いします。月曜日休館なので、あの新都心公園すごい緑豊かな場所なので、ぜひぜひ皆さん遊びながらふらっと寄ってもらえればと思います。ぜひ Facebook でまたイベントページも見てもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、パッと喋りましたが、もう一個そう、あの告知っていうか、あのさらっと言っただけなんですけど、そう、今月のですね、浴衣でビアガーデンまたやりまして、今月はですね、6月30日土曜日、最後の土曜日です。もう慌てて作りました、浴衣でビアガーデン in ギノワン B サイド、この B ギノワンのこの B サイドっていうのが、ここのここのってどこのFM ギノワンが入ってるビルの屋上、うん、ちょうど4階に当たるのかな、4階ですね、はい、そこで、6月30日土曜日7時から10時まで3時間飲み放題の、料理8品ついて2980円税込みです。ぜひ皆さんよろしくお願いします。これもイベントページ Facebook で作ったので、ぜひ皆さんポチッと参加をして本当に来てねそう、このイベントページって微妙なんで、あの別に前金取るつもりはないので、これはなので、ちゃんとあのご参加の確認の連絡はさせていただきますので、浴衣でビアガーデンインキノワン B サイドもぜひよろしくお願いします。ということで、私の告知はこれぐらいで終わりまして、お疲れ様でした。ちょっと一息つきまして違うかそう、なちみさん、ありがとうございます。なちみさん久しぶりじゃないですか。なおさん仕事中につき挨拶まで、マジかあ、お茶いただきました、ありがとうございます。お茶、あ、本当だ、そう、さっきお茶飲みました、ありがとうございます。そう、もう忙しいのね、なちみんさん、うん、そうそう、あとじゃあもう今見つけられたので、スポンサーさんの、イベントやってるところですね、イベントやってるところですねって、あれ見つけたはずだね、また見つけられなくなった。ですね、インスタグラムでつながりました展ですね、開催中になっております。これがですね、ユンタクコーヒー、一番街サンシティの中にありますユンタクコーヒーでやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。あの普段インスタで見てるのを、写真を実際大きくして貼り付けてるんですよね、壁に。すごいんですよ、これがすごいんですよって見えないでしょみんなユンタクコーヒーで検索してください。やっぱりこの写真っていうのは、今ねちょっとまゆみさんにちらっと見せているんですが、やっぱり普段のあのな、あれってエルバンっていうのかな、写真って。最近写真もプリントしないからね、忘れて。エルバンとか 2L とかいろいろ、だいたいそんな感じよね、はい、それぐらいだと思うんですけど、もう大きいんですよ本当に。これ A1 っていうのかな、すごい壁に大きいやつ、大きいですね、めっちゃ大きいの。そうそう、インスタとかでね、よくインスタ映えってやってる写真がでっかく飾られてるので、ぜひ見てもらえればと思います。もう本当にあのカメラマンが撮ってる写真なので、ぜひあのインスタグラムでつながりましたで、フェイスブックで検索してもらえればイベントページ見れると思いますので、こちらもよろしくお願いします。はい、私の告知はもう以上です。もう今日はこれで違うかそう、あのちゃんとゲストさんのね、はい、まゆみさんの、はい、そう、ウィズスマイルのこのサイトの、はい、あの6月1日で1年になったということで、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。そう、その記念イベントがね、はい、あるんですよね、そのご紹介いただけますか。はい、ウィズスマイル6月1日で1年を迎えまして、はい、その1周年記念イベントとして、6月28日の木曜日、はい、ここも平日ですね平日の12時から14時、 ANA クラウンプラザ、クラウンプラザホテル沖縄ハーバービューの方で、1周年記念イベントを30名で募集を出したんですが、こちら満席になって、うん、35席も満席になって、今40名で結果40までたらすごいですね最終40名の募集で今5席空きましたので、はい、最終で5名様、ご案内をしたいと思います。結構あっという間でしたよね、はい、おーと思って、はい、楽しみながら、もうなんかあと一席ですって言ったらすぐ埋まって、はい、そしたら早かったなって。で、私はちょっとお仕事で微妙なちょっと日程があるので、はい、もう埋まっちゃったと思ったら今度ね、あの増席して、あ、増席しちゃった、また埋まった、みたいな、で、また増席、すごいなと思ってどこまで広がるんだろう、最終40で、ね、はい、
すごいですね。あの1年でこれだけまたね、あのパーティーができて増席できるっていうのすごいですね。やっぱり真由美さんの人柄とこのねお仕事のお付き合いのやっぱり仕方ですよね。なんかすごい思います、その辺は。ありがとうございます。そうだから、あのさっきそうちょっと軽く打ち合わせをさせていただいた時に、はい、ちょっと仕事で微妙で仮の予定なんだけど、あのまあもちろん要は本当は先に予定が空いてるところに行きたいんだけど、うん、仮で入ってるのであのこれがね、まあ、流れたらってちょっと失礼だけど、変更になればもちろん行けるけど、これが確定になると、ね、あの申し込みしといてキャンセルするのはなんかちょっと失礼かなって思って、あーって言ってちょっと行きたかったんですけど行けなくってとかっていう話をしたら、ドタさん OK って、そう、まあ、私に限ってですよ皆さんはちゃんとあの前もって申し込みしてくださいね、はいはい、なのでちょっとそれであのあわよくばドタさんしたいなと思っていますので、そういろいろあの私もサポートしてもらいたいなと思っています。はいはい、あの私もウィズスマイルに乗るのも近いかも、はい、近いかもしれません。先に言っとくそうそう、乗るかも。そう、あの美人さんの中にちょっと私も紛れ込んでおくので着物美人でね、はい、ちょっと修正かけたやっぱりあのカメラマンさんはあれですか、あのその一緒にいつもやってる方が、あ、一応あの持ってるものを出してもらったり、うん、ね、私が撮ったりとかして、すごい、ないよっていう方は、まあ、ご希望があれば、はい、私無料で撮れます。すごい、あんまり腕は良くないけど、いやでもねあのサイトの結構綺麗なお写真が揃ってるので、私てっきりもうカメラマンさんが持ってるものを出してもらったり、ない人はもうあるものでやったり、私でよければ撮れますので。すごい、この企業サポートのあれも、うん、時間大丈夫か、スナップ写真とかでやっぱり載せている方もいるんです、はいはい、写真って大事じゃないですか、うん、そうですよね。で私が撮りますって言って、うん、勝手に撮って、もしよかったら使ってくださいで、ね、あげたりしてます。いいと思います。私もだから Facebook の、 あのアイコンをあの今年の2月にあの読谷のランタンフェスタで、うん、あのプロのカメラマンに撮ってもらったので、すごい評判が良かったので、うん、すぐ買いました大事ですよね。そうやっぱり大事、うん、多分なんかちょっと実物と大きくずれてないから大丈夫かなと思ってるんですけど でもすごいあのずれてはないけど綺麗に撮ってもらえるので、カメラマンさんの写真はありがたいです、うん、ありがたいですね。そこからじゃあ私、はい、出しますね。ありがとうございます。あ、ミッキーさん、あ、ミッキーさん久しぶりです。ミッキーさんですよ ね、 このね、はい、ミッキーさんです。ミッキーさん久しぶり。 Facebook で広げて新聞、あ、見ました、さっき、はい、ライブ見に行ってきましたよ。そう、そして通販で新聞申し込み、マジか通販あ、そっか、新聞通販で売ってるのね、すごいね。そう、ミッキーさんもすごい、あのアムラでね、うん、あのこれでそうアムロちゃんにつぎ込んだお金がこれでつぎ込めなくなるっていう話をしててね、今から貯金ができますね。そう、ちょっと寂しい卒業よねそう、お金これ何に使いましょうか、ミッキーさん。そう、もうちょっと寂しい限りですが、でもやっぱり沖縄もこうやってあの愛してくれているのでね、うん、あんなに大きくなっても沖縄を忘れないでいてくれるのは嬉しいなって思いつつ、しかもでも9月じゃないですか、うん、あの引退が、はい、でライブ自体はこのね、うん、この間で終わったけど期間があるから、まあ一応ねもうこういう DVD 出すとか言ってるけど、絶対一回なんかね沖縄でやるよね、絶対やるよね、あってほしいです ね、 ねそう、絶対やるでしょってやりますよね。そう、チケット取れる取れないは別として、絶対沖縄で何かやるだろうな、安室ちゃんならやるだろうなって勝手に期待してます。あ、ミッキーさんはサッカーの遠征を増やす、FC 琉球も行きます。そっか、そしたら沖縄また遊びに来てくださいね、ぜひお願いします。ね、FM ギノワンにも来てください。あのちょっとじゃあミッキーさんもナオラなってね今ナオラ2号まではいたっけ僕も一応ナオラということで本当に隠れナオラ隠れナオラということで、ありがとう、よろしくお願いします。ありがとう。じゃあキャンサー何号かなキャンサーじゃあ0号にしとこう、0号で、0号にしとこう、はい、ありがとうございます。も
ういつからかよそう、もうちょっと変な話してすいませんね。もうあっという間の、55分になりまして、この辺でもそろそろさよならしないといけなくなりましたが、今週もありがとうございました。この番組は有限会社二平デイビルとユンタクコーヒーの提供でお送りいたしました。ラストソングは安室ちゃんのリスペクトパワーオブラブで、お別れしていきたいと思います。パーソナリティはユギナオと私ミキサーのキャント、はい、ゲストは金城真由美でした。はい、今日もありがとうございました。皆様また来週です。バイバイ、さよなら。そう、この歌めっちゃ大好きなの。お疲れ様でした、シュプリム。そう、好きだけじゃないんだよ。もうこれはめっちゃおたけびするわけ。あれフェードアウトしていくさ、カラオケって。めっちゃ自分で最後フェードアウトもちゃんと歌ってる。終わってるよ。そう、終わってるよみたいな。わかります、わかります。最後まで、あみたいな。自分も XJAPAN 歌った時は最後なんかね、途中で切りたくないまだ流れてるよって。で、前の会社の同僚と行く時は必ずこれを勝手に入れられてる。あ、歌うでしょ。歌うのと聞きたい。わかります。自分も XJAPAN も勝手に入るようになりました。ありがとうございます。今日もありがとうございました。という間ね、リスペクトパワーオブラブを絶叫しました。ミッキーさん、イエーイ。じゃあまた来週よろしくお願いします。ツイキャス切りますね。ありがとうございます。バイバーイ。